いや人口密度えぐ、だんだん消えてくのやめて。いやそんなことより皆さん、ワンピースの中で一番ロマンのある技って何だと思いますか？海賊王だったりシャンクスだったり、心躍らされる技ってたくさんあると思うけど、やっぱり俺はギアフィフス、ルフィの力をね使いたい。ちょっと前にねバウンドマンは極めたんだけど、やっぱりその先見てみたいよね。そう思うだろお前ら。無視するんじゃねえ、おら、もう暴君とかす俺はこの世界の。じゃあです、今回はワンピースの世界でルフィの力ギアフィフスを極めていきたいと思う。さあということで、さすがにこの見た目じゃね気合が入んないということで、変身よいしょ。これでちょっとはマシになったんじゃない？ルフィっぽいでしょ。誰だ今コスプレって言ったやつ。さあ身なりも整えて、まずやることといったら悪魔の実を食べるしかない。ルフィの悪魔の実食べていこう。いただきます。よし来た。さあこれでルフィの技は手に入った。で今回の目標としてはギアフィフス2回の力を使いながら海賊王を倒していきたい。2回の力を極めることができるかな。ギアフィフス2回の力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録高評価お願いします。果たして海賊王に立ち向かうことはできるのか、みんな力を貸してくれ。さあまだね、でも言うてもそんなにね始まったばっかでレベルも少ない。何かいるじゃねえか。ブチがいる。いやいけるか。いやで待って、一応ロケットとゴムゴムのピストルは使えるのかな。またロケットっつってもな、これ移動技だから実質このピストルしかない。痛すぎガチで。どういった？どうした、届かねえかわざ。届かねえじゃねえか。え、ちょっと顔見てみようだ、ちょっとよく。うわー、ブチだ。当たり前のこと言ってる、今。いたー、待って、死ぬ。いや、待って、待って、大丈夫よ。なんだったって、俺は、ゴムゴムの実もとい、人人の実を食べてるからな。落下ダメージ効きません。だから、この上から一方的に、このピストルで殴っていく。5ダメージか。あ、まだ割といいんじゃない？ってことは、これをあと7回撃てば倒せるはずだ。よし、1回。この地形を生かした戦い方。よいしょ、来たぜ。待って、俺の求めてる戦い方じゃない、これは。せこすぎる。何も戻さないんだな。まあ、ただこれでレベルも上がってくからな。で、ここに来た理由はね、この海軍基地の下にね、樽があるんだけど、この中にもう財宝があるんですね、これ。いや、財宝でしょ、どう考えてもこれは。マイクラ始めたばっかからしたらね、これはマジ財宝に見える。で、このパン15個と、まず鉄の剣ね。これだけあればいけるよね。まあ、ちょっともうちょいだけもらっていくか。この世界はね、エメラルドとかで、武器が買えるんだけど、今回ルフィの力だからね、そんなにね、鉄とかダイヤ、それはいらないんだよな。ただ欲しいからもらっていく。この上にあるんでね。でね、この海軍基地の上に財宝がね、もう正真正銘の財宝があるんだけど、このゴムゴムのねロケットを使えば上行けるんじゃねえか。これ行ってみるか。ゴムゴムのロケット、うわっ届く、すげえ。この高さも一瞬か。宝箱あった、いざオープン。ダイヤモンドブロック、今しょぼいと思った。で毎年恒例のここにある大砲を撃っていくと、ポチッと、はいポチ、はいポチ、まじ直下型大砲ですこれ。これ誰のどこに向けて飛ぶんだ。それ味方の陣地入ってるよね。しかも俺はゴムゴムの実だから、この高さから落ちてもノーダメージ。いや俺ついついゴムゴムの実って言っちゃうんだよね、癖で。ちょくちょくゴムゴムの実って言っちゃうかもしんないけど許して。でこういう山はね、このロケットを使ってもうひとっ飛び、よいしょ。いやすごい便利これ。とりあえずこのキャラクターレベルを上げていかないと技もね増えていかないから、サクッとね敵倒しつつレベルを上げていきたいなっていう所存。あ、浮き上がるぞそこに。ちょっとあそこも覗いてみるか。ロケットでも一瞬でつくと OK。ウィス元気してる。ここで武器とかを、よいしょ、ちょ待って、ちょ隠れないでよ、調達できるんだけど、まあそんなに今回は必要じゃないかな。防具もまあ甘えだよね。よし行こう。滞在時間10秒。おお、アルミだよ。じゃあぶっ潰してやる。ただ今回は対バンだぞ。ちゃんと地形のね有利さとかないから殴り合いだぜ。行くぞ、ゴムゴムのピストル。意外と俺の移動速度がおい、等間隔でちょっと来ないでよ。意外と、あ、待って、あ、そうか。俺ゴムだから効かないだけ。あ、かいいかいい、ありがとう。ちょっと待って、俺肩凝ってんだ。ちょっとここお願いしていい？あー、いいね。あー、最高。こんなに近距離でアルビダ見たことある人いる？よし、なんだクリア。なんだここ。全部ボロボロになってない？なははは。おい、ハリボテレベル100のやつあったぞ、今。ちょっと行ってみるか。よいしょ、これで飛んでって、なんだ、あれ。何のための何、あれは。ハリボテですらないぞ、あれ。意志は見えるわ。ここに立とうと思ってる。なんか、一通りぐるって回ったけど、思ったのが、平和だね。俺が一番やばいやつなんじゃないかなって思い始めてきた。夜まで待機してみっか。さあ、どうだ。あ、結構いる、結構いる。戦ってるルフィが、ちょっと待って、ルフィは、早すぎるレベルが。なんか、ちょうどいいさ、やついない？あ、アルビダいるわ。アルビダ行こうぜ。やっぱ夜は結構いるね、周りに敵が。あ、黒もいる。でね、俺もね、レベル上げてるから、一応、ね、新技バズーカゲットしました。なんだー、ちょっと待って、これ絶対エネルだけど効かない。特権来た、全然効かねえや。火力もね、あ、いるね。これエネルワンチャンいけっちゃね、これ。なんだその顔、例の顔してるじゃねえか。どう、え、身の程知ったわ。とりあえずじゃあここら辺の黒倒してみるか。ゴムゴムのバズーカ、うわ結構食らってるじゃん。でついでにこのシャムも倒していく。この連続パンチを食らー、バイドがいる。ちょっと待って、いや夜やばいわ。俺のいる場所じゃないここ。あー、やっぱり海賊終わった。海賊王いる、もう夜やばいわ。え、なんだ、あ、
倒されたトークで黒がその経験上俺が手に入った。やっぱレベル上げてからじゃないとこの夜生き残れないな。ちょ、あれシャムはいける。でも連続パンチでおらーガトリングだ。連続パンチという名のガトリングだった。バズーカーで飛ばして、海賊めっちゃいるやん。ここ連続パンチでもう一気に全員をしばいてやる。おお気持ちいい。待って、エネルとモーガンとやつ戦ってる。なんかこっち来たな。気のせいだよな。そんなな、来てんな完全に。やばいやばい、めちゃくちゃいいぞエース、頼む兄貴助けてくれエース。わあすごい。え、これ俺戦うの。わわ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 わ、もう防御力なくなっちゃったよ。逃げろ。お、ギアセカンドとギアサードゲットした。いいね、だんだん強くなってるぞ。俺ギアセカンドじゃあ使ってみるか。行くぜギアセカンド。わあかっけー。これでもろもろの力がね強化されるから。ピストル、あれギアセカンドだから多分これジェットピストルになってんのかな。ここら辺はもう余裕だな。いや七部下いるなあそこに。待って、あいつ雲に向かってうるつす。オーバーキルすぎるだろ雲に対して。ウルススショックは。ちょっとドロップ品使ってみる。これだ、金の宝箱。ワンチャンこれね悪魔の目線に入んだよね。おい、うわー来た、砂砂のみゲットした。砂砂のみゲットしたけど、まあ使わないんだよね普通に。うわーヒグマだ、最強キャラ来た。いやさすがに強すぎるんじゃないヒグマは。いやさすがにヒグマには勝てないでしょ。試しにピストルで、あ経験値5。ゾンビと一緒だわ。嘘だろこれ、ゾンビで解放しちゃった覇王爵の覇気。ギアフォースもゲットしたけど、ゾンビか。2年後ルフィ来た。2年後ルフィは多分バウンドマンだから、ルフィ戦ってみるか。行くぜギアフォース。バウンドマン、なんか弓刺さってるとダサくない。ゴムゴムのキングコングガン、なんも見えないけど、うらは半分ごっそり削ってる。来いよお前も。なるんだろギアフォース。バウンドマンガトリング使ってんね。うわぁなった、バウンドマン戦いだ。行くぜコングガトリング、おらー。本物のバウンドマンはどっちか決めようじゃねえか。いってえな。あまずい、あマッチでまずい、切れちゃった。何してんだそこでモグラみたいに。もう一回なるぜバウンドマン。そしてスネークマンになって、うわぁちょ弓邪魔だな。おぉコングガトリング撃ってるね。じゃあ俺も最後はバズーカでお話やるぜ。よーし、やべ、なんか喧嘩打っちゃってるワノ国ルフィにも。ちょっと一回逃げるか。めっちゃ強い、めっちゃ強い。ちょ、覇王色の覇気も使ってみるか。行くぜ、は覇王色の覇気。これで、おお、え、楽じゃん、めちゃくちゃ。おおはは、覚醒、そしてギアフィブス、ついに解放したぞ。ありがとうプチ。そろそろじゃあ海賊王に挑みに行くか。さあいるな海賊王。まずじゃあこの普通の状態で戦ってみるか。まずはギアセカンド、ゴムゴムのジェットガトリング、おらー。そんなに効いてない。うわーやばすぎそれ。ゴムゴムのロケットでこうやってね避け回りつつ、避けてよかった今。ゴムゴムのバズーカー、これで覇王色だけがぶつかり合ってる。ピストル撃って、さすがに無理だな、全然減ってない。いや痛い、やばすぎ。この水だけが一番怖い。ただ使ってんじゃん水に。うわ油断したわ完全に。まさすがにギアセカンドじゃ無理か。なんかギアサードどうだ。ギアサード、ギガントピストル、これで飛ばして、オッケー。ただ減ってないし、うわちっちゃくなっちゃった。ブロック1個分だよ。ででかい、オッケーオッケー、なく直った直った直った。もう空中からギアサード、さすがに無理か。じゃあもうなっちまうか。ギアフォースバウンドマン、いくぜ。ゴムゴムのコングガトリング、オラー。そしてゴムゴムのキングコングか。どうだ、いいぞいいぞ、3割は削ってる削ってる。キングコングがこれ撃つとマジ何も見えなくなっちゃう。いったこのロケットで逃げて、オッケーオッケーオッケー、ロケット飛べ、よしいいぞ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 、よしよしよし、飛んでる、斬撃が危ねえ。でコングガトリングでオッケー、このままダメージを与えて、そしたらスネークマン。あ、これでも技そんなに変わってないんだよな。スネークマンでもキングコングガン撃てると。よいしょ、キングコングガン撃って、よいしょ。ただやばい、マジで痛い、マジで痛い、うわぁ、痛ってー。やっぱ一筋縄じゃいかないな。それならもうなっちまうか。ギアフィフス、ニカニ、うおー。ちょ、まずじゃあ試しのガトリング撃ってみる。おら、まあ、見た目はそんな変わらないか。それならゴムゴムのギガント、うわぁでっかくなっちゃった。そしてゴムゴムのバジュラングガン、でかすぎる、なんも見えねえ。ピストルは、あピストルもでっけえや。そしてこのガトリングを上から、もう地形がぐちゃぐちゃになっちゃってるよ。マジでこのバジュラングガン言ったらなんも見えなくなる。でロケットで一旦切る話、うわははすごい、全て破壊してるって俺。こっち避けつつ避けつつ、もう地面破壊しながら、いやら覇王色撃ってきてるな。おらバジュラングガン、これでもう行くしかねえ。もうだ、どうなってんだ、おらどうなってんだ。あ、だでかいのは分かるわ、なんかでかいやばいの撃ってるのは分かる。これで終わりだ、おらバジュラングガン、いや倒した、海賊王ゴールドロジャー、やってやったぜ。拾うかアイテムで、ロケットでこうやって移動しながらさ
え、大地、そんなのいらないでしょ。さあ、これで、ギアフィフス、ニカの力を使いこなすことができたんじゃないか。まだまだね、本物のニカとの勝負だったり、挑みたい気持ちもあるから、このルフィの力、俺が極めてやるぜ。やっぱ派手でいいな、力が。ただね、マジで見えない。バジュラングガン撃ったら。